幼い君がさぞかし自分の無力さを呪ったことを、その苦しみに打ち勝てば君は親の仇を討つための力を得るのだ。そうだ、戦え、打ち勝て。こいつらが君たちの敵、荒神だよ。荒神？そうだよ、怖い怖い荒神だ。そして最後にこいつが君のパパとママを食べちゃった荒神だ。パパ、ママ。でももう君は戦えるだろう。簡単なことさ、こいつに向かって引き金を引けばいいんだよ。引き金を引く。そうそう、こう唱えて引き金を引くんだ。アジン・ルーバー・トリー。アジン・ルーバー・トリー。そうだよ、そう唱えるだけで君は強い子になれるんだ。アジン・ルーバー・トリー。気持ちが流れてきて、まさかあなたの方にも。あの日のことずっと忘れてたはずだった。パパとママを少し困らせてやろうって、かくれんぼのつもりで近くの建物の中に隠れてたんです。もういいかい、まだだよって。そしたら突然、荒神だ、荒神が来たぞって叫び声に変わって、早く出て行けばよかったのに、私怖くて動けなくて、パパとママが私を探しに来たけど、うなり声が聞こえて、目の前でパパとママが、私がもっと早く気づいて逃げてれば、二人も私のせいで。だから私が新型の人気使いの候補だって聞かされた時は、これでパパとママの仇が討てるって思ったんです。そう、二人を殺したあの荒神を。ごめんなさい、自分でもわからないの。ありがとう、この前もこうして手を握ってくれてたの、あなただったんですね。温かい気持ちが流れ込んでくるの分かったから。